はい、せいちねんです。今日はですね、沖縄方言について話していきたいなと思います。まあ、実はですね、僕ね、YouTube とかやってる時って、まあなんか人前でね、話してる感じなので、あんまり方言とかね、イントネーションとか気をつけてて、結構自分の中ではね、標準語に近いんじゃないかなってね、思ってて、ずっと撮ってたんですけどね。だけど、まあコメントとかでね、よく来るのが、まあ方言がわかりませんとかね、独特ですねとかってなってるんで、あ、そうなのかなと思っててね。なので、ちょっとわからないっていう声もあったので、よく僕のチャンネルの中で使っているものとか、まあ、もっと言うとね、本当によく使われている沖縄の方言っていうのを今日は話していきたいなと思います。で、なんで本当にってつけるかっていうとね、まあこれっきりね、いろいろ調べてみたんですけど、本当に俺なんかがね、使っている方言ってあんまりちゃんと出てきてないなと思ってね、みんなあんま知らないんじゃないかなと思ったんで、ちょっとね、本当にっていうのをつけてるんですけど、で、なんでかなっていうのもあったんですけどね、例えば、まあ観光っぽくてね、まあメンスオーレとかね、ニフェーデービルとかね、そういったのをね、まあ企業とかがね、書いてたりとかして、これはこういう意味ですよとかって書いてるんですけど、やっぱりね、これちょっとね、あんま使わないんですよ、実際はね。うん、メンスオーレとかっていうのはね、もう観光客の方に対してやってるんだけど、うちなんちゅう同士では全然使わないし、で、あともう一個ね、あるのはね、これ定かじゃないんですけど、女性の人がね、結構ね、YouTube とかでもそうですし、他のところでも、方言について、こんな方言あるよっていう形でね、紹介してる。まあ、これ全然もちろんいいことなんですけど、ちょっとなんかうちなんちゅうからしたら違うなと思ってるのは、沖縄でね、沖縄の女の人たちって方言あんま喋らないんですよ。で、もっと言うと、僕なんかの感覚からすると、沖縄の女性が、沖縄の中でね、女の人が方言を喋ってるってなると、ちょっとね、強いイメージだったりとか、なんかちょっとね、まあ、なんていう、聞き取りはすると思うんですけど、結構、方言ってニュアンス強いんですよね。言い方っていうか、まあ、日本語訳に直す、日本語っていう標準語に直すと。だから、あんまり使わない。まあ、もっと言うと、本当ヤンキーみたいな人たちが結構使うっていうイメージがあって、方言をね、いっぱいバーッと使ってる人っていうのは、あんまりね、多分印象良くないはずなんですよね。だから、あんまり女性の人はあんまりわからないかなと思うんで、まあ、男性目線でね、本当によく使うもの、ワッター世代。まあ、やっぱりね、北部と中南部と、やっぱ方言違ってたりとか、ね、世代の差でも全然違うので、まあ、そこはいろいろあるんですけど、まあ、ワッター世代ね、30代とか、40代ぐらいまで、20代後半か30代、40代とかね、ちょっと、こういった人たちがよく使うような方言っていうのを、ちょっと今回はね、紹介したいなと思います。うん、まあ、チャンネルね、見てたらね、わからんこと多いと思うんです。そこでよく使われてるもんですけどね。はい。で、まず一番最初は、わーです、わー。よく僕も使いますよね。わーとか、あと、わったーとかね。うん。って使うんですけど、このわーっていうのは、僕とか、自分ですね。自分のことをわーって言います。で、わったーって言ったら、僕たちとか、自分たちっていうような形で、複数形になる感じなんですけど、これが、まあ、一つ目です。わったーってね。これも絶対よく使うんでね、もう覚えておいた方がいいです。まあ、僕もね、このチャンネルでもわーとかわったーとかって使うので、多分ね、一回これ見てもらって、聞いていけばね、わかると思うんですけど、で、わーが自分で、やーって言って、相手はやーなんですよ、やー。やーのこととか、って言ったら、あなたって意味ですね。で、やったーって言ったら、あなたたち、うん、ってなるんですけど、この時もちょっとポイントがあって、まずね、わーとかわった、これはよく使います、マジで。うん、どんな人でも使う。うん、でも女性はあんま使わないわーとかね。で、そのもう一つは、やーっていうのは、あんまり使わないっていうか、気をつけた方がいいです。うん、初対面の人に、やーって言ったら、あんまり良くないです。で、僕なんかからすると、やーっていうのは、お前みたいな感じなんですよ。お前っていう感じなんで、やーっていきなりは使わないですね。で、仲いい友達とかでも、やーとかって言ったりとかすると、嫌な気するかもしれないっていうのがあるので、あんまりね、やーっては言わないんですね。怒った時とか、注意する時とかに、これダメだよとかね、っていう風に使うような感じなんですね。だから、やーっていうのは、あんまり使わないようにするっていう感じなんですよね。うん。まあ普通はね、なんか優しいイメージだと思うんですけど、結構そういうところがあって、だからやったとかやーとかっていうのはあんまり使わないというような感じですね。まあわーわー使いますよ。わーっていうの、自分はってことじゃなくて、わーとかわったっていうのはよく使われる方言です。はい。で、次ね、次がデージですね。デージ。これコメントにもあったんですけど、デージってどういう意味ですかって言ってね、これはデージっていうのはとてもって意味ですね。うん。で、これ、まあいろんな使い方っていうか、同じね、とてもでも、デージもあったりとか、死にとかね、っていうのもあったりとかして、ちょっとね、同じとてもなんですけど、使い方っていうか、方言、同じ方言あるんですけど、僕なんかの地域だったりとかだと、デージ。まあ、デージって言ったら大体伝わります、ちゃんとね。だからデージ、デージびっくりしたとか、うん、デージビビるとかね、そういう形で、とてもビビるみたいな形で使うんですよね。で、これも、デージ、
死にも一緒で死にビビったとかね、うん、っていう感じで使います。これ一緒ですね、うん、これとてもってなんですけど、ちょっとここもポイントがあって、沖縄の方言ってちょっと難しいところはここにあると思うんですけど、デージってね、英語みたいにとても以外にも使うことあるんですよ。例えば後からも語尾に、ね、つくやつで伝えるんですけど、やっさーってつけて、例えばデージやっさーだったりとか、デージだったよとかっていうと、これね、大変っていう意味に変わるんですね。大変だったよとか、大変やっさーって、だからコメントこのね、話してる時に、もうこれデージだったよっていうと、とてもだったのってはならないんですよ。あ、大変だったのってなるんですよね。だからちょっとね、話のね、会話の流れの中でちょっと意味が変わってくるっていうのがあって、こういうのがね、あるのでちょっと面倒くさいっていうか分かりにくいと思うんですけど、まあ、そういうところがあります。デイジっていうのはだからいろんなところで使えるんですよね。デイジっていうのは、うん、デイジだったやつさーって言ったら、もう大変だったやつさーみたいな、なんかもうこういう感じで使うんですよ。とてもとかじゃないですか。デイジビビってよって言ったら、大変ビビって、まあ大変ビビってよって使うのか分からんけど、とてもビビったよみたいな形になるというような感じですね。でこんなのがいっぱいあって、まあ、例えば、まあ、あんまりね、他のところでも紹介されてないですけど、ヨンナーとかはね、結構面白いっていうか、まあ、そういう使い方よくされてて、例えば普通だとヨンナーヨンナーとかって言ったりとかすると、車バックしてる時にヨンナーヨンナーって言うと、あ、ゆっくりゆっくりねってなるんですよね、うん、ゆっくりゆっくりってなるんですけど、グラスでね、居酒屋とか行ってついでもらう時に、あ、じゃあヨンナーねって言ったら少しねってなるんですよ。まあ、こんな風に使い方によって全然違うっていう感じで、ヨンナーでいいよとかって言ったら少なく、あ、もうちょっとでいいよちょっとでいいよっていう感じになるんですね。だからこういうのが結構あるので、まあ、ちょっとそれで分かりにくいと思うんですけど、まあ、デージとかはもう、まあ、大体とてもって意味なんでね、まあ、ある程度覚えてもらえればいいかなと思う。もうこんなに出しちゃってキリがないんでね、うん、まあ、よく使うデージとかそういうことですね、うん、やっぱりいっぱい使いますよね、それだとね。で次がね、まあ、ニリーとかっていう感じでよく使います。これはよく使います。まあ、動画とかであんまりないですけどね。ニリーっていうのは、まあ、疲れたとか、まあ、難儀とかね。疲れたとか、まあ、嫌っていうかね。まあ、疲れたですね、大体。ニリーっていう。これもいろんな言い方があって、ニリーとかニリタとかね。まあ、あんまさいとかね。こういう風な方言、同じような使い方の方言があるんですけど、疲れたとかですね。うん。デージニリーだったやつさって言ったら、まあ、とても疲れたなって、まあ、やっさっていうのは語尾につけるものなんでね。そういう感じになるんですね。うん。まあ、大体まあこういうさっきのあったんですけど、ニリーとか、まあニリーはね、他の使い方っていうのはあんまないですけどね。これがニリータとかニリーヤッサーとか、そういう感じの使い方になるというような感じですね。結構強いんですよね、言葉がやっぱ方言っていうのはね。っていう感じですね。まああと他にもね、バッペーだなとか、バッペーとかね、間違えたとかっていうのをバッペーとかって言うんですけど、うん、まあそういうものとかっていうのは日常の僕なんかの中では結構使うというような感じですね。まあ動画のね、配信してる時に、ニリーとかって使わないです。疲れたとかってね。だからあんまり聞かないと思うんですけど、結構ね、みんなね、ニリーとか使いますね。はい。で、次がね、まあ、この語尾だったりとか、なんか、愛とかね、あ、ハッサとかね、やれない、なんていうの、間に挟むような、もう意味はないんですけどね、そういうのがあります。で、まあ、一番有名なのは、足とか打った時とか、なんかここ打った時とかにね、言うの、いたじゃなくて、あがっていうのね、これ有名ですよね、沖縄でね。うん、沖縄の人なんかに、なんか、ちょっとね、かかととか、小指とかね、足、付けにガンって打ったりとかしたら、あがっていうね、いたっては言わないっていうのでね、結構ね、有名なんですけど、こう痛がる時のね、この声とか。でも、そういう感じで、例えばなんか、話してる時とも、はっさ、デージなってるやつさ、とかね、って言ったら、こう、はっさとかね、愛、どうなってるとかね、うん、こういう感じなんか呼びかけるみたいな感じのものがあるんですよね。だからこれにはもう訳すらない、訳、まあなんていうの、うん、声出してるだけっていうかね、そういうのがあって、おばあなんかと話してる時とかもね、普通にハッシュデイジなってるよとかね、うん、ハッサとかね、愛とかね、こういうのはよく使います。これもう全く意味はないんでね、だからもう流してもらった方がいいかなと思います。なんか呼びかけとかなんていうんだろうね、こういうのってね、そういう感じなんですよね。だからそういうのもあるからね、あんまりここら辺を気にしたらね、ちょっとコメントあったんですよね。愛とかね、言ってるっていうのはどういうあれなんですかって、ね、いや本当意味ないんですよね。うん、だからそれはよく、まあでも使いますよ。よく会話しててもね、発信デジだってよとかねっていうのはよく使うんでね。こういうのはまあぜひね、まあちょっと日本語訳はできないですけど、そういうのがあるというような感じですね。で最後にね、沖縄はもう後ろにね、さをつけるっていうのがね、有名ですよね。さつける、何々さとかね、つけるっていうんですけど、何々さってね、僕なんかは言いますけど、これが一般あります。
なんとかやっさーとか、なんとかやさーとかっていう感じでいっぱいあるんで、でも一番使うのはなんとかやっさーです。やっさー、まるまるやっさーって言って、なんとかだよねみたいな、なんて言うんだろうな、だよねとか、なやっさーだよだよとかね、そういうイメージですね。例えば大変やっさーって言ったら大変だよって言ってるとかね、そういう感じなんですね。だからでこれもなんとかやしとかね、やっさーとかやさーとかね、こういうのがあるんでね、まあこれただ語尾につけてるだけって思った方がいいです。もうこれ訳とかないんでね、一応はっきり言ってマジで。だからもう自分なんかも大変やっさーとかってね、こんなやつで会話しててももうデージやっさーとかも大変やっさー、大変やっさーってデージやっさーって使ったりとかね、そういう感じで使うんですけど、もうこれ語尾にね、なんとかさーやっさーとかやしとかやさーとかがつくっていうのはね、もうあのなんか、まあよくありますね。福岡の北九州とかでも、あの、何でしたっけ、ちゃんつくとかね。そういう感じで、まあ、それと一緒です。ほとんどね。なので、まあ、そこら辺は、まあ、訳すっていうよりは、そういう、あの、まあ、語尾についてるっていう感じですね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、じゃあ、よく使う、本当によく使うものって、こういう感じなんですよ。これ、沖縄の女性がね、こんなの使わないですよ、正直。アガーとかはね、使うかもしれないけど、でもアガーとかってね、言うとね、女性が使ったりとかするのあんま見たことないんですよ、正直ね、今、僕なんかの世代でもですよ。だから、あんまり、まあ、死にとかね、ほんと、デージとかもね、あんまり使わないですよ。男の人たちはみんな使ってます。同世代で全員っていうふうで使ってます。わーとかもそうだし、デージ、今回紹介したニリーとか、まあ、あんまさいとかね、死にとか、そういうのは使うんですけどね、女性はあんま使わないんでね。だからそういう意味でも、まあ、ちょっとうちなんちの男性の、まあ、アセダイロっていう感じの、よく使う方言っていうのをね、今回紹介しました。まあ、いろいろね、多分、まあ、コメントでもあると思うんですけど、まあ、こんなのも使うんじゃないとかね、いろいろ、まあ、こんなのがわからなかったよとかっていうのもあると思うんで、ぜひね、紹介、コメント書いていただければ、それについて、まあ、また世代だったりとか、例えば、本当に使ってるかとかね、まあ、実際僕なんかとかも、弟とか、お母なんかとか、まあ、おばぐらいだったらちょっと厳しい。わたおばはね、都の人だからね、ちょっとあれだけども、弟なんか、世代なんかの人たちが、一応言ってることは僕はわかるんですよね、一応。自分なんかが使うかどうかっていうのはまた別で、一応聞くことはできて、だからそういう感じがあるんでね、一応もう本当に使うのとかね、そういうのを聞いてもらえれば、またねちょっと違う形でね、結構面白いおかしい方言とかね、そういったのも紹介できればなと思ってますんで、ぜひねまたコメントいただければなと思います。はい、まあ、全部見てますんでね、返すことがなかなかできないですけど、できる限り動画でね返していければなと思ってますんで、ぜひ今回はね、本当に使うワッターがいつも使っている方言ね、紹介しました。また明日以降もね配信しますので、ぜひ見てみてくださいね。じゃあ以上です。